という話だったな。さすが、よっ、大人の紳士。別に大したことはしていない。これに関してはカフェの店員でも打ち明けたくなるほど深い悩みだったのだろう。何にせよ、ケーキを食べてもらえない理由は分かりました。まだ納得はしてないけど。ありがとうございました。これぐらいのことはな。でも具体的にどんな仕事をしてるのかまでは分かりませんね。口ぶりから察するに、ミスが許されない仕事なのだろうか。あ、思い出した、病院だ。駅向こうの三輪総合病院で見たことあるんだ。詳しいことは覚えてないけど。なるほど、じゃあミスっていうのは患者さんに関すること。辻褄は合うな。夏目さん、どこか悪いの？心配されるようなことじゃありませんから。それよりもあの人の悩みについてです。とはいえ、これ以上踏み込むのは難しいかもしれんが。内容が内容だ。出会ったばかりの人間が口を出してもそう簡単には納得できまい。多分助言が欲しくて話したわけでもないでしょうしね。続ける続けないってのはやっぱり本人の意思の問題だからね。答えを示せるわけでもないし、難しいよね、そういうの。小麦粉ではない白い粉を混ぜれば。シャレにならないことを言わないでください。食べれば幸せになるケーキなんて素敵だと思うけどね。あ、怪しげな意味じゃなくさ。とはいえ、さすがにそれは人の身には過ぎたる願いってやつかな。仕方あるまい。できることをやっていくしかない。まずはあの子供から注文を受けたケーキの方だろ。大体の目処はついているんですよね。一応は。でもまだブラッシュアップさせたいから、そっちに集中します。よろしくお願いします。うん。カフェステラと死神の蝶。あーせ、あ、なんか元気だな、お前。いいことでもあったのか。
前はもっと気だるげそうだったろ。早寝早起きってなんで？健康を気にして？ああ、朝から忙しいんだってな、パティシエって。あの姉貴だからな。家でゴロゴロしてる姿しか知らないと信じられないけどな。シキさん、おはよう。あ、鈴音さんの弟の弟の塩山くん。名前を思い出すのを諦めなかった。顔を覚えてもらえただけでも進歩してるからいいんだけどさ。それでどうかしたの？ふーん、へえ、そっか。ちゃんと挨拶できるようになったんだと思って。最初は逃げたくせに。とにかくあのお店で働くことが高峰くんの役にも立ってるのならよかった。それであの子が予約したケーキの方はどんな感じ？なるほど、あの人限界までこだわるからね。まあそのおかげでケーキも人気なんだけど。わかった、何か困ったことがあったら連絡をして。それじゃあ私これから講義だから。うん、じゃあまたね。塩山くんもまた。ああ、また。シキさんっていつもあんな感じなのか。もっとクールなのかと思ってたけど、意外と親しみやすいのかなと。なんだよ。そういうのやめろよ。途中でやめられると余計気になるだろ。実際のところ働いてる人間としてはどうなんだ？そうじゃなくって、店員もお客も女子だろ。出会いとかさ。あ、親睦会開こうぜ。親睦会。
やめろバカ、お前姉貴と一緒に飲むとかもはや拷問だろ。真面目に働いてるな。ま、あの姉貴の下で働いてるなら手も抜けないだろうけどさ。人手が足りなくなったらいつでも言ってくれ、手伝うからさ。嫌なこと思い出させるなよ。でも仕方ないじゃないですか、好きなんですから。私には似合わないって思うし、こんな年にもなってぬいぐるみとか。バカにしてる。そう
うですけど。なんです、いけません、文句あります。だったらいいんですけど。ああもう油断してた。まさかこんなところを見られるなんて。くそ。だって私どちらかといえばガサツな方だし、今時ぬいぐるみ好きな子なんて周りもいないし。のぞみちゃんにもですからね。ありがとうございます。連れて帰りたいですけど、値段が値段なので。おいそれとは。そりゃピンキリですから探せばあるでしょうけど、通販はちょっと。やっぱりちゃんと顔を見て選ばないと。何言ってるんですか、一緒じゃないですよ、一人一人違うじゃないですか。ほらほら見てください、全然違う。こんなに違うのになー。